会2日目、前日に勝る大観衆で膨れ上がった中島スポーツセンター。燦然と輝く大トロフィーを前にアジアタッグ選手権試合が行われようとしております。外人組はキラー・コワルスキーとフレッド・アトキンスの悪役コンビ。一方の日本側、前チャンピオンの力道山・豊登りの指定コンビであります。認定書を読み上げる日本プロレスリングコミッショナー工藤事務局長。このアジアタッグのタイトルはチャンピオンであった力道山豊登り組が、豊登りの負傷による長期欠場でコミッショナーに返還されていたものです。ここに再び元気になった豊登りとともに、力道山がタイトルをかけてコワルスキー・アトキンス組と歯を競うことになったのであります。コーナーに誘うようにしてアトキンス早い交代でコワルスキー出ました。豊登りの痛めた腕を取りました。豊登り敵のコーナーに入りました。痛めた腕に集中攻撃を受けます。二人がかりでの反則技。豊登りなんと再び引き戻されました。二人かりは反則だと沖レフリーに抗議する力道山。しかしレフリーの警告もあらばこそ、二人がかりの反則が続いております。外人チーム、コーナーに突き上がったコワルスキー、獲物に襲いかかります。ワシのような目をしております。コワルスキー、さらに左腕への攻撃が続いております。豊登り、ようやく力道山の元へ帰ってきました。力道山と交代です。空手が出ています。空手打ち、さらにすくい投げ、ポールの体勢を逆に返しました。クワルスキーの構成か、パンチ、パンチ攻撃、首投げに行くところ、空手が出ています。空手打ちで挽回、力道山の猛攻です。アトキンスが飛び出しました。コワルスキー左足を取りました。力道山の唯一の弱点であります。手返した、挽回を図る力道山。豊登りが応援に駆けつけました。力道反撃に転じます。目には目、二人がかりで、あとき日本チーム、コーナーマットに激突。さらに、空手チョップ、カウンター打ち。ボディースラム。鮮やかなボディースラムを放ちましたが、コワルスキー出ました。力道山、敵に乗り込みました。力道山ピンチであります。さあ豊登りが出ました。右打ち一発二発、アトキンスが面取り打って倒れました。コワルスキーも倒れました。豊登りの大活躍であります。お客様が沸いております。ボディープレスの体勢は離れました。力道山登場で、しかしアトキンスヘッドロックに返しました。ロープを利用して帽子打ちです。アトキンス、コワルスキーと帽子打ち、豊登り出ました。力道山の空手打ち、ボディースラム、怪力豊登りのボディースラム、カウント3、日本側1本を取りました。日本側1本を取りました。
座禅荒れ模様のアジアタッグ選手権、場内騒然たるうちに2本目の開始であります。遠登り気象に自分のコーナーを離れません。チャンスを伺います。スワロスキー次第に外人チームのコーナーへ向かいました。しかし背を登り互い締めから力道山の空手打ちです。スワロスキーを力道山が捉えました。アトキンスが飛び込んだ。腹渡もちぎれよとばかりコーナーに押し付けております。2対2、日本チーム2人がかりで外人チームの2人組をマットに沈めました。しかしまたまた豊登りが外人チームのコーナーに持ち込まれました。ワルスキーの強烈なパンチです。アトキンスの肘打ち、豊登りどっとばかり倒れました。アトキンスと交代です。インスタンプから強烈な蹴り、ボディースラム、アトキンスのボディースラムです。豊登り大ネギになりました。フォアルスキーのニードロップ、ドットばかり豊登りの首に食い込みました。豊登り動けません。残酷なニードロップ、2発目が決まりました。カウント3、豊登りついに1本を取られました。1対1の同点であります。1対1の同点であります。豊登り動けません。全く動けません。外人組1本を返しました。豊登り全くのグロッギー、非常に苦しそうであります。残るは決勝の1本、豊登り頑張れの声援がしきりに聞こえてまいります。力道山が怒りました。力道山が怒りました。空手の嵐、アトキンスにも一発、強烈な蹴りですが左の足を取られました。フォアルスキーの目が血走っております。そのまま決勝ラウンドが開始されました。1対1の後の3本目であります。力道山が捕まりました。力道山コーナーに追い込みました。外人組、豊登りが出た。応援であります。力道山の空手打ち、水平打ち、カウンター気味になっております。2-3、速攻、力道山の大勝であります。2対1、日本組アジアタッグ選手権を獲得しました。すでに勝敗は決まっております。豊登り、座禅元気になりまして外人チームを痛めつけております。フォアルスキーもボディースラム、ついに決勝の3本目は力道山が取りました。力道山豊登りチーム死闘の61分3本勝負、4ヶ月ぶりにアジアタッグ選手権の王座を獲得いたしました。鮮やかな逆転勝利で力道山豊登り組が念願のアジアタッグ王座にカムバックした。しかし諦めきれないコワルスキーは怒りに任せて豪語した。負けたのはアトキンスだ。俺一人なら必ず力道山を倒せる。コワルスキーに残された最後のチャンスはワールドリーグの公式戦を勝ち抜き決勝戦で王者力道山と戦うことだった。